小川千奈です。無事ね24歳になったということで、24歳はね母が私を産んでくれた年なんですけど、だからこう私にとってこう特別な年なんですけれども、母もねこう一生協力してくれたりすごいね支えてくれてますので、頑張っていきたいと思いますけれども、皆さんありがとうございます。ウェザーニュースのキャスターになったのも夢が叶ったということですし、ちょっと高みのある夢が今野望があるんですけど、言っていいかな、言っていい私はレオナルド・ディカプリオさんにっていう夢があってね。でかいですか？でかすぎますか？会いたいです。もうレオ様に会いたいです。暇があればずっとタイタニック見てますもんね。心の片隅に夢を持っておけばいつか叶うと私は思っていますので。それから私防災士の結果が来まして、先日皆さんに勉強会参加してきたと言っていたんですけど、まだ何の、ね、勉強会か行ってなくて、防災士無事合格してましたので、6月会でね、6月会の先輩方皆さん結構持ってる方多いので、受けます、すいません休みいただきますって言ってたんですけれども、無事合格したということで、私関東に来てからやりたいことの一つだったのでね、また新たな年を迎えたということで、この1年また目標を立てながら頑張っていきたいと思います。